はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、巨人の2軍野手がなかなか打ててないと、1軍のね野手と同様なかなか打ててないというところがありまして、それについてねお話をしていきたいなというふうに思っております。まず結論なんですけども、僕は2軍の野手がね打ててないっていうのはもちろんね、その人自身が悪いというか、その人自身に、原因が僕はあると思ってますと。その上で、まあ2軍の役割として、まあ2軍の選手を1軍に供給して1軍の戦力を充実させるというところに関しては、僕は選手たちが悪いかって言われたらそこまで思わなくて、どっちかというと巨人の編成が悪いんじゃないかなっていうふうに思っております。じゃあちょっとね、理由を含めて、お話していきたいというふうに思っております。はい、まずなんですけども、選手たちがね、打てないのは自分自身が悪いっていうお話しましたが、もちろんね、それはそうだと僕は思ってますと。まあ、クビになったからってね、打てなくてクビになったからって、まあ、コーチが代わりになってくれるわけじゃないし、いろんな指示は飛ぶんだけども、結局選手がね、自分で取捨選択をして、決断をしていくっていうところがあるので、まあ、打ててないっていうのは、まあ、ピッチャーも含めてですけども、まあ、結果が出ないっていうのは、全部とは言わないけど、まあ、選手の原因が多いというふうに思っております。で、その中で、まあ、2軍の役割っていうのは、選手を供給して、まあ、1軍の戦力を充実させて、まあ、1軍をね、優勝へ導くっていうところが僕は大きいと思ってます。まあ、もちろんね、勝ち負けっていうところも、まあ、ファームでも大事だとは思うんですけども、どちらかというと、若い選手を育て上げたりとかね、その選手を供給したりとか、その1軍でなかなか調子が上がらない選手を、まあ、2軍でね、調子を上げたりっていうところの意味合いが僕は 2軍はね、強いのかなというふうに思ってて、まあそういったね、1軍の、供給に応えるっていうところに関しては、僕は、選手たちが悪いかって言われるとそうではないと思ってて、どっちかというと、巨人のね、編成が悪いかなっていうふうに思います。というのもですね、まあ今、一軍の現状を見てますと、やはり、ベテランの丸選手であったりとか、坂本選手が、まあいると。で、若手の選手も、まあちょっとはいるんだけど、なかなかね、そのベテランの選手にはなかなか、叶わないというのはありますと。で、中軸で言うと、真ん中で言うと、まあ、岡本選手とか、年齢で言うとね、いるんですけども、現状、岡本選手も、まあ、その、今年のオフなのか、来年のオフなのか、おそらくメジャーリーグに行ってしまうというところがあるんで、このトップ層と、この、下の間のこの中間層ですよね。20代、まあ、後半ぐらいから30代、30ぐらいの選手が、25から30ぐらいかな、っていう選手が、なかなか主軸としていない。まあ、岡本選手を抜いてね、なかなかいないっていうのがあるんで、ジャイアンツは厳しいのかなっていうふうに思います。まあ、ベテランの選手もね、めちゃくちゃ頑張ってくれてはいるんだけど、まあ、現状ね、まあ、やはり体力とともに成績も落ちていくだろうというふうに予測はできますし、やはり、25から30ぐらいの選手がね、いるっていうところは、やっぱり強いのかなっていうところはあるので、そういったところを踏まえると、ジャイアンツのね、編成っていうのが、まあ、失敗してるのかなっていうふうに今、改めてね、思いますと。で、じゃあなんでそんなことになったんっていうお話なんですけど、まあ、やはりね、坂本選手であったりとかっていうところに頼りすぎた、だと僕は思うんですよね。で、僕がいた時から、坂本さんの後継者とか、誰々の後継者みたいなのを作っていかないといけないみたいな、中はね、お話は、選手間もそうですし、まあ、球団内でもありましたと。ただ、ドラフトで取ってきたり、するんですけども、なかなか育たなかったりとか、実際、育てずにというか、育ちきらずに、補強を入れたりとか、いう風にしてて、なかなかね、そういう、そこの層の選手がいないっていうところ。で、まあ、ジャイアンツはもともと FA とか、補強で結構ね、なんていうの、強くしてきた球団っていうのもあるんですけども、やはり僕は今の時代にはそぐわないのかなというふうに思ってて、まあ現状強いチームを見渡してもですね、昨日のソフトバンクとかもそうですけども、やはり生え抜きの選手が、まあ大体スタメンのまあ7人、6人、7人はいるだろうし、
っていうところ。まあ、セリーグでも強いチームはね、生え抜きが多かったりとかしますと。じゃあ、なんで FA とか補強がダメなんていうお話なんですけど、別に悪いわけではないと思うんですけども、やはり FA とか補強っていうのは、長い間をですね、前の球団で過ごしてしまってると。あ、大体、まあ、選手のピークって、まあ、20代、後半、まあ、27ぐらいからまあ32ぐらいが僕は大体選手の、全盛期だと思ってるんですけども、大体その期間っていうのを、前の球団というかね、前いた球、移籍する前の球団で過ごしてることが多いと思うんです。で、実際例を挙げると、まあ、丸選手とかもね、広島ですごい活躍してましたと。で、巨人に来てくれ、来てくれ、来てからもですね、非常に活躍はしてくれてるんだけど、やっぱり、広島の時の成績と比べると、やはり多少落ちるっていうのがあるんで、別にそれは丸さんに限ったことではなくて、やはり大体の選手がですね、その全盛期っていうところを前の球団に過ごしてしまってるんで、次の球団に FA としてね、補強として行った時も、なかなか思うような成績を出せないっていうところは、そういうところが多いんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。だから、若い時からその、自前の球団で育て上げて、そこから、主軸になっていくっていう形が、まあやはり、理想ではないかなっていうふうに思ってますと。で、その中で、今現状ね、まあ2軍の選手が、野手がね、特に打ててないっていうお話、で、ちょっと成績見ていきたいんですけども、まあ、6人ピックアップしようと思ったんですよ。秋広、増田陸、浅野、岡田、中山、松原。この6人がね、主にまあ、1軍で活躍してほしいっていう期待もあるし、2軍ですごく試合数を出てるっていうのがあるんで、ちょっと成績見ていきたいんですけども、まず秋広ですけども、36試合で打率2割2分5厘、1ホームラン、11打点、OPS624 というふうになってます。やはり、ファンの方からの期待も高いですし、実際僕もね、頑張ってもらいたいという気持ちはあるんだけど、去年の成績を見るとね、やはりホップ、ステップの年にしてほしかったと思うんですが、やはり、この成績もそうですし、この間もね、一軍にちょろっと上げてもらって、あんまり結果出ずにすぐ下がったりとかしましたし、ちょっとね、まあ、厳しい年になりつつあるんじゃないかなっていう感じはしていますと。で、増田陸に関しても、まあ、もともとね、シーズン前は代打枠でみたいなことは言われてましたけども、まあ、2軍で37試合、打率1割9分6厘、0ホームラン、7打点、OPS 440っていうところで、なかなかね、打の選手ではあるんだけど、結果が出せないし、まあ、これじゃあなかなかね、1軍には上げれないというところだと思います。で、浅野選手も、まあ、29試合、1割8分4厘、2ホームラン、10打点、OPS 518。これでもやっぱり厳しいと思います。なんかね、まあ去年、すごく、まあ1軍に結構帯同してたりとか、活躍、ホームランも打ちましたしね、頑張ってたとは思うんですけども、まあ前の動画で、だいぶ前の動画で言いましたけども、やはり浅野選手が、まあセンターのレギュラーっていうのはまだ厳しいだろうなっていうふうには僕思ってました。はい。で、実際2軍の成績もこういう感じなんで、なかなか上げられないんじゃないかなっていうふうには思いますと。で、岡田選手ね、僕非常に、期待してる選手ではあるんですけども、現状32試合、1割9分5厘、2ホームラン、9打点、OPS が655というふうになってますと。で、スキルの大きい選手ではあるんだけど、やはりね、2軍で1割台で、じゃあどうやって1軍に上がるのっていう話だと思うんです。だから、まあ今いるオコエ選手とか、萩尾選手とかもね、まあ一軍に上がってこう批判されたりとかしてるんだけど、なかなかね、岡田選手がじゃあ上がってくるかって言われると、この成績では厳しいなっていう感じはしてますと。で、中山選手ね、この上げた選手の中で、一番成績は出してます。はい、26試合、打率3割6厘、1ホームラン、8打点、OPS777 というふうになってます。まあ中山選手の場合は、打の方でね、まあ、2軍では成績出してるんですけども、やはり1軍の枠と、内野手の枠というところを考えると、門脇選手、出口選手、まあ、吉川尚輝選手とかがいてね、っていうところで、なかなかね、まあ、坂本選手もいるんだけど、休養日の坂本選手のところで、まあ、今、出口選手が入ったりとか、もうおそらくすると思うんです。で、なかなかね、守備力が悪いって言われると、まあ、そこまで悪くはないんだけど、じゃあ、門脇とか、出口を落としてまで中山を入れるかって言われると、まあ、そこまで思わないし、せっかく上げるんだったら、スタメンで使いたいっていう思いはあるんだけど、スタメンではなかなか
どうかなっていう、守備力も含めてね、っていうふうに思うんで、打の方では2軍でね、結果出してますけども、そういった関係でなかなか上げづらいと。で、松原選手、21試合、打率2割2分、1ホームラン、5打点、OPS720、っていうのもやっぱ微妙ですよね。もう少し、結果を出してくれたら、上げてもいいと思うし、僕は上げるべきだと思うんですけども、やはりこの成績だと、やはりなかなか上げられない。うん。じゃあ、萩尾の方がいいかなっていうような話になってくるんで、ね、非常にもったいないんですよね。この6人ね、見てても、なかなかこう、結果出せてないと。で、この6人、まあ年齢とかを見てても、やはり、まあ松原選手は29歳っていうのはありますけども、あとの5人の選手って、まあ20代前半なんですよ。まあ浅野選手にしては2年目とかなんで、まあ20歳とかだと思うんですよね。だから、まあ、この2軍の選手たちが、1軍で出てこないとかっていう、お話は、ちょっとね、しんどいのかなというか、ちょっと厳しいかなというふうに思ってて、まあ、やはり他の球団見渡しても、じゃあ20代前半の選手が、まあ、その1軍の試合に出て、チームを引っ張ってるとか、打線を牽引してるみたいな、よく出てきたな、みたいなことを言われる選手って、じゃあ何人いるかって言われると、そんな多くないと思うんですよね。だからそういったところで、結果出てないのはもちろん、この選手たちの決断であったりとか、まあ練習方法であったりとか、まあいろんなところには原因があると思ってますけども、じゃあその2軍の選手が、僕昨日かな？昨日動画でも言いましたけども、2軍の選手が、状態いいのがいないっていうのは、すごく深刻な問題ですっていうお話しましたけども、じゃあその一概にその、その選手たちが悪いかっていう、供給できてないのが、一概に全部選手たちが悪いかって言われると、そうでもないし、やはり経験が足りてない選手、若い選手が多いっていうところがあるので、どちらかというと僕は、編成の問題が大きいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、坂本選手とか、ベテランとかもいて、で、岡本選手がメジャーに行くかもしれないとかいう話もあって、なかなかね、これから主軸を作っていかないといけない、チームの顔となるような選手を新たに作っていかないといけないという状況だとは思うんですけども、やはり、まあ、それにはね、パッと出てきてくれたらいいですけども、一概にね、全員が全員ね、パッと出てこれるわけでもないし、難しいと思うんですよね。で、その中で、まあ、打撃コーチの批判とかもね、僕の YouTube のコメントでありますと。で、二軍が成績出てないのは、まあ、橋本至る打撃コーチが悪いんじゃないかとか、そもそも橋本コーチが打撃コーチをやってる時点でおかしいんじゃないかとかいう議論もありますけども、それは僕は違うと思ってて、まあ、いろんなね、安藤コーチかなっていうところも、アプローチはしてるだろうし、いろいろね、みんな、コーチ陣たちは、選手を引き上げようと、いい成績を出してほしいと思って、精一杯やってますと。だから、まあ、一概にね、そのコーチが悪いとかいう議論は僕はするつもりはないし、結果を出せてないのは僕は、結局それを取捨選択するのはね、選手なんで、選手が悪いと思ってますと。でも、一軍で、若い選手が出てこない。いう議論に関して言えば、僕は選手も多少ね、やはりね、原因はあるんだけど、というよりかは、やはりジャイアンツの中間層がなかなかいない。25から30ぐらいの選手たちがあまりにもスカスカすぎるっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに、思います。はい、そんな感じでね、今日は2軍の野手がなかなか打ててないというところで、1軍の現状と2軍の選手がなぜ打ててないか、成績も見ながら、見ていきました。まあ僕の結論はですね、やはり、選手自身に、責任はあると。クビになったとしても、それを誰かのせいにすることはできないんでね。やはり、本人が悪いっていうのはあるんだけども、じゃあ一軍の戦力がなかなかね、充実してないのを全部若手の選手、二軍の選手に、責任をなすりつけられるかって言ったらそうでもないし、現状ね、何が悪いのかっていうところを辿っていくと、やはり、チームの編成、中間層、25から30代の選手、30ぐらいの選手がなかなか出てきてないし、いないっていうのが、一番の原因じゃないかなというふうに思います。はい、やはり、岡本選手もそうだし、戸郷選手もいずれメジャー行くだろうというところ。で、坂本選手も、丸選手も、まあ、いずれかは、
数年以内には、まあ、現役を退いていくだろうというところで、やはりね、急務だと思うんですよね。しっかり作っていくっていうのは急務だと思うんで、そこをね、ドラフトの戦略なり、今いる選手たちを、引き上げていくなりね、そこは、テクノロジーであったりとか、まあ、選手、コーチ、しっかりね、いろんな使えるもの全部使って、頑張ってね、巨人軍を立て直していきたい。立て直していきたいというか、立て直していってほしいと思うし、まあ、他の球団でもそうですけども、みんなね、日々、そういったことを考えながらやってるということだと思います。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。